これもなんか選ぶ感じ。いやもうついてる。ついてる、うん。ドリンクを選ぶ感じですかね。あ、これも追加しようかな。これも。あ、なるほどね。これで注文。魚のあの揚げたやつのマリネみたいな。これ魚なんだ。それ魚じゃない？キノコかな？一緒かな？もしかして？キノコ香りと言ってたような気もする。これキノコじゃない？開けたから。そっちはキノコに見えるよ。こっちは魚に見えるだろ。これがパスタとは思えない。これ石焼きなんちゃらみたいな。グツグツがすごい。美味しそう。でも、お店の方がすごい親切です。うん、こうやって食べても合ってるかな。いただきます。うわ、うまい。麺が太い。頑張ってこれ俺初めて食べるんだよね。麺が長いんだよ。うん、長いね。え、これ？あ、これモンブランなんだ。美味しそう。美味しそう。そう、これがマリゲリータで、マリゲリータ。こっちはロゴルマッチ。トラトロホルマジオ、ホルマチョ、ホルマジオ、うん、これはどこにかける？フィールド、ホルマチョ、うん、わー、美味しそう。でも結構大きさがあるんだね。秘密がかかったか。かけ、かけた？かけないようにしてたけど。あ、でもすごい濃厚な味です。うまい。これめっちゃうまいね。甘い。
出ました。これをこれをこっちにしようかな。俺バケットよりこっちの方が好きかも。ピザが何かが違うんだよね。生地がちょっともちっとしてる感じがする。チーズケーキだ。チーズケーキ炙ってくれるんだ。ね。上になんか乗ってる。砂糖みたいな。美味しい。今から絞ってきます。あ、はい。で、時間かかる。そう、作って出てくる。ございます。今から絞ってきますね。はい、ボタンを押すと時間かかる。そう、ちょっと出てくる。お待たせいたしました。ありがとうございます。すごいね、これ。はい、いただきます。おー、あ、すげえ、なんかついてる。これの味がする。そんなに甘くない感じ。うん、うん、これ何これ。中は冷たい。高いよね。美味しそうだけど、もうちょっと450円だよね。こっちの方が有名なんだ。こっちにしようかな。そしたらこれ福岡の通り物と似てる。ちょっと似てる。化学調味料不使用って書いてあるよ。知ってるんだ。買っちゃいました。
これいいかも。これ300円。ダメだね。これは1500円だけど。こんな感じ。安い。あー、ちょっと迷っちゃうな。どうしようかな。なんだろう。なんか映える。この映画。え？2年ぶりぐらいだよね。はい。役割どう？ある。何これ？これ何これ？中は冷たい。うん。あ、歯が染みる。